3月の8日、8日ね、の時間続きで歌ってるんですよ。で、その3月の8日、8日ね、
ヨーロッパというのは、大体まあヨーロッパ地方、ヨーロッパ地方だけなんだな。大体向こうの方ではね、日本で言ったなら、3月3日のおひなさんみたいな女の子です。で、バレンタイン、日本で言うバレンタインデーって逆バージョン。男の人が、女性に対して、女の人たちに対して、お花とかね、そういう贈り物をする日です。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、他にはね、そういう習慣を知らないよという人もいていらっしゃるかわからないので、ちょっとエコーと聞いているので、聞き取れてますかね。そういうことなんですよ。何がそういうことか。3月8日は、そういう、私の周りでもたくさんいてるようなね、外国 の、 女性たちの、あなたのことが好きですよと、感謝してますよと、あなたは私の好きですよ、素敵ですね、可愛いですね、綺麗ですねとかいう感じですね、お花なんかをね、プレゼントするよりいいです。もしよければご応募でくださいね。だから日本でもそういうふうに贈り物した人とかね、そういうふうにかこつけて何かプレゼントしてもいいんじゃないですか。私もね、それにあやかってではないんですけれども、ご存知で、私は愛する人、人生最後に愛する女性、彼女に対して、愛する人に対して、この人大好きです、この人しかいませんっていう、分かりますか、ビタリア彼女に対して、ちょっと渡させていただいたんですが、で、ちゃんと受け取ってもらえばね、それだけで私としては良かったかなと、あんまりなかったからね、お話できるような時間が、話できるような時間がとない中での受け渡しをさせたんですけれども、その一瞬のね、この一瞬のやり取りでも、それまではね、昨日とか一昨日からかけて、ちょっとやっぱり、体の調子が私良くなくて、で、今日もね、夕方も相当大変だったんですよ、本当はね。ダメージが。動けなかったんですけどね。で、夜の仕事のギリギリまで、共にね、仕事をやってくれてスタッフがギリギリまで動けなかったんで、そのスタッフさんも心配してくれてたぐらいだった。で、そこからお店が始まって、なんだか徐々に体が動くように、持っていこうとしたんですからね。でも、そういう、なんていうんですかね、体調が、そういう時でもね、その、ビタリアが、お花をね、受け取ってくれたという、そのことだけで、やっぱり、嬉しいという気持ちが、また、体の中の、大変なものを、体の中の悪いものを、取っていってくれて、体をちょっと軽く動かしてもらえたような気がします。はい。ですから、ちょっと、気分はいいんです。嬉しいんです。嬉しいんですけど、ちょっとやっぱり、体さんが、なんとか、精神力で頑張ってますけど、体さんの方がちょっとついてきてくれてない状態です。でも、今日は私は嬉しい。
それを、まあ、関係ないですけどね、皆さん。でも、それを伝えたかった。うん。何のこっちゃ。長々と話してるわけには、何も話の実というか、人間だけだ。まあ、いいじゃないですかね。お酒のちょっとしたくだらない話だと思っててください。まあ、個人的にお話付き合わさせて、どうもすみませんでした。付き合ってくれた方、ありがとうございました。ということで、まあ、覚えててください。3月8日は、まあ、女の子の日。これ、正式にはなんて呼ぶのかな、それは私も、今あのよくわからないんですよね。まあ普通に女の子の日と言ってます。お花が今年間に合わなかったら来年に、誰かあなたの心を寄せる人に私たちはどうですか。いい関係になると思います。ということで、カモン。バイバイ。では、ザナさん。またね。